とある魔術のバーチャロン、オリジナルドラマ、とある祭りのトライアングル。遅いんだよトーマ、早くしないとごちそうが逃げちゃうんだよ。走んなよインデックス。にしてもすごい人混みだぜ。盛り上がってんなブースターズカップ。もう何してるのトーマ。さっきのバトルで私はお腹がペッコペコなんだよ。可及的速やかな燃料補給が必要かも。無駄にバーチャロン風だな。とはいえミサカとのバトルは確かにハード。あ、相手はミサカともう一人いたような。わあ、見てトーマ、大会期間限定のバーチャロンバーガーだって。あ、なになに、超特大ジグラットバーガー、男女ペアで一個ずつ食べきればただ。ねえ、ジュルリペコリ。なんだその腹減りオノマトペ。ターゲットロックオンなんだよトーマ。私たちもジグラットバーガーに挑戦しようよ。超特大バーガーだろ。俺食べきれるかな。インデックスはともかく、さらっと私を大食らい扱いした事実には一旦目をつむるけども、食べきればただなんだよ。ただお財布に優しいバーガーかも。その分胃袋には厳しそうだが、確かにただなのは魅力だぜ。一個くらいならいけるか。いけるいける、大丈夫、絶対平気。私はトーマを信じてるんだよ。なんて無根拠な太鼓判の乱れ打ちなんだ。でもまやってみるか。やったー、ありがとうなんだよトーマ。ああ、初戦から負けちゃったわね。誰かさんのせいで。何よ食法、私のせいって言いたいわけ？別に。でも美坂さんがお化けの一つ覚えみたいに突っ込んでいかなきゃ上条さんたちに勝てたかもって思っただけ。はあ？なら言わせてもらうけど、あんた完全に手抜いてたでしょ。あのバカの方ばっかりチラチラ見て。何言ってるのかわかんない。気のせいよ電気コングちゃん。誰が電気コングだ。バーチャロンバーガーのイベントやってます。よければチラシどうぞ。あ、どうも。あら、チラシなんかもらっちゃって。そんなの荷物になるだけじゃない。うるさいな、断るのもなんか悪いじゃない。超特大バーガー全部食べきればただ。大食いチャレンジってやつ、庶民力高すぎ。お祭りっていろいろやってるのね。ちー、どうかしたの美坂さん。そんなにじーっとチラシ見て。完食した方には数量限定ゲコタランチボックスを進呈中。美坂さんってばそんな子供っぽいのが欲しいの。体型もお子様なら趣味もお子様ね。ゲコタのランチボックス、かわいい。全然聞いてないじゃない。どれだけ好きなのよ。ゲコタが呼んでる。ゲコタ！ちょっと！どこ行く気なの美坂さん。ここからゲコタの声がするわね。なんでそんなに息切らしてんのよ食法。あなたがどんどん走っていっちゃうからでしょ。あれがジグラットバーガーか。カロリー高そう。でもゲコタのためだし、背に腹は変えられないわね。人の話を聞きなさいよ。っていうか本気でこんなチャレンジに参加するつもり？女の子的に完全アウトだぞ。余計なお世話だっての。私の勝手でしょ。それにこのチャレンジ男女ペアじゃないと出られないみたいよ。本当だ、どうしよう。ご愁傷様。食王、あんた実は男だったりしない？しないわよ。こんな大きな胸した男がいてたまるもんですか。あ、美坂さんなら男で通るかも。ぺったんこだし。ち、発表されたいのかあんた。店員さん、ジグラットバーガー2つお願いするんだよ。この声って、あ、単発だよ。ビリビリ。なんであんたがここにいるのよ。そりゃジグラットバーガーに挑戦するからだよ。あのさ、もし
良ければなんだけど。神じゃんさん、さっきの試合ぶりですね。ちょっと割り込むな職法。誰だっけ。私が誰なのかはこの際置いといてください。私、上条さんにお願いしたいことがあって。お願いしたいこと。私とペアになって一緒にジグラットバーガーに挑戦してください。言っちゃった。何考えてんのよ職法。あんたさっき女子的にアウトだって。そんなこと言った。私、ハンバーガー大好き。こんな手のひら大回転女。ダメですか上条さん。ちょっと待ってほしいんだよ。トーマは私とジグラットバーガーに挑戦するんだから。悪いけどここはお姉さんに譲ってくれないかしら。お嬢ちゃん。もうアダルトすぎるシスターで有名なこの私をお嬢ちゃんだなんて失礼にも程があるかも。アダルトってどのあたりが。全体的にだよ。ナイスジョーク。むっかちょっとそこに直れなんだよ。いやー怖ーい。助けてください。上条さん。やめろインデックス。なんだその歯をガチガチ言わせる演出は。ちょっとトーマ、トーマは一体どっちの味方なの。どっちの味方って言われても。私、男の人と一緒に特大ハンバーガーを食べないと死んじゃう病気にかかってて。そんなの嘘に決まってるんだよ。私と出るよねトーマ。私ですよね上条さん。だーもう分かった、両方と出るからそれでいいだろ。やった。まったくトーマは相変わらずなんだから。でも私が先にトーマと食べるかも。へいへい。にしても超特大バーガーを2個か。根性だぞ俺。何を二人にばっかり。あ、何か言ったかミサカ。別に、さっさと行けば。おう。ふん。お待たせしました、ジグラットバーガー2つです。わー、とってもとっても美味しそうなんだよ。近くで見るとよりでかいな、このハンバーガー。マンホールぐらいあるんじゃないかこれ。それではジグラットバーガーチャレンジスタートです。いただきます。おお、すげえスピードでハンバーガーがなくなってくぞ。さすがはインデックス。いっぱいお野菜もお肉も入っていて、まるで味のデパートなんだよ。ねえトーマも早く食べてみて。後半おかしくないか。さて俺もいただくとしますか。ごちそうさまでした。ごちそうさま。おめでとうございます、チャレンジ成功です。商品のゲコタランチボックスをどうぞ。ありがとう、とっても美味しかったんだよね、トーマ。ああ、確かに味はうまかった。量が普通ならもっと良かったぜ。え、何言ってるのトーマ、ちょっと足りないくらいだよ。お前はフードファイターに転向するべきだと思うぞ。トーマが何を言ってるのかよくわからないけど、今の私は幸せだから全てを許すんだよ。満足したようで何より、さて腹もいっぱいになったことだし、次のバトルの相手を探しに街にでも。神町さん。あっ、はい。お待たせしました、ジグラットバーガー2つです。ってあれ、お客様さっきも。いろいろありまして。わあ、大きなハンバーガー。私こんなの食べられるかしら。あ、そっちのバーガーだけなんか小さくないか。そんなことないですね、店員さん。はい、全くもって同じサイズです。俺の目がおかしいのかな。きっと遠近法とかですよ。ま、私の能力で店員を操って小さいサイズのバーガーを持ってこさせたんだけど、この人の前で特大バーガーにかじりつくなんてはしたない真似絶対したくないし。まさか超特大バーガーを2個も食べることになるとは。はあ、不幸だ。
あの、ちょっとだけイラついたりしちゃってます？え、ああ、すまん。当てつけで言ったつもりじゃないんだ。ただの口癖だよ。よかった。あ、何か言ったか？いいえ、怒ってないならそれでいいんです。それにお前、男と一緒にハンバーガーを食べないと死ぬ病気なんだろ？それは言葉のあやっていうか。わかってるって、からかっただけだよ。もう調子力狂ったらないわ。この人の前ではクールかつミステリアスな私でいたいのに。悪い悪い。でもこのチャレンジに出たいのは本当なんだろ？それはそうだけど。なら気にすんなって。せっかくのお祭りなんだ。お互いいい思い出にしようぜ。ええ、そうですね。よし、気合い入れるぞ。ほんと、ずるい人。それではジグラットバーガーチャレンジスタートです。ごちそうさん、うん、大丈夫？おめでとうございます。チャレンジ成功です。商品のゲコタランチボックスです。変なカエルね。悪い、飲み物買ってくる。あら、行っちゃった。お礼も言わせてくれないなんて相変わらずね。お互いいい思い出にか。これであの人の思い出になれたなら幸せなんだけどね。胃が重い。お、みそか、お前も飲み物買いに来たのか？お、うん。そっちは終わったの？なんとかな。いや、まいったぜ。あんなでかいバーガー2つも。そうね、お疲れ。なんだよ、元気ないな。別に。あ、そういえばあの変なカエル、もしかしてゲコタのこと？変なカエルとか言うな、バカ。悪い悪い、お前のお気に入りのキャラクターだもんな。あ、そうだけど、覚えてたんだ。あのさ、もしかしてお前、あのランチボックス欲しかったりするんじゃないか？別にそんなこと。ゲコタランチボックス残り1点限りです。え、嘘。やっぱりな。はぁ、ったく。行くぞビリビリ。え、行くってどこに？決まってんだろ、もう一回ジグラットバーガーにチャレンジだ。でもあんたもう2個も食べて。ゲコタのランチボックスが欲しいのか欲しくないのか、どっちだ？欲しい。だったら黙ってついてこい。ちょっと、あんた手握って。問答無用、強制連行だ。おめでとうございます。ジグラットバーガー完食です。お一人で3個は最高記録ですよ、お客様。今は話しかけないでくれ。もう無茶するから。商品のゲコタランチボックスです。最後の1点ですよ、どうぞ。どうも。ほらよ、ビリビリ。ありがとう。ゲコタ、よかったな。俺は1時間、いや、30分でいいから横にならせてもらう。あ、そういうことならさ。うん？ゲコタのお礼に、膝貸してあげてもいいけど。は？膝？膝枕してあげるっつってんの。俺よ俺。ほら、こっち来て頭を。膝枕だったら硬くて筋っぽい美坂さんの膝なんかよりもふわふわで快適な私の膝をおすすめするんだぞ。職を、なんであんたが出てくるのよ。美坂さんが抜け駆けしようとするからでしょ。さあ上条さん、こっちのお膝にいらっしゃい。お、誰だ急に。引っ張るな、体を寄せるな、いろいろと当たるだろう。何のことです？それは、その胸とか。何デレデレしてんだこのバカ。
だからお前を引っ張るなって、ミサカ。何よ、食王の方がいいって言うの？そんなこと誰も言ってない。トーマー、インデックス。食後のお散歩に行っていたらこんなことに。なんていかがわしいことをしてるの、トーマー。すぐにやめるんだよ。だから引っ張るなっての。上条さんはミサカさんより私の方がいいですよね。私がするって言ってるでしょ。トーマのバカバカバカ。ちょっと揺らすなって。リバースするから。あなたは黙ってて。